2013年、魂を揺さぶる新たな伝説が生まれる。舞台、真田重雄史。先日、豪華キャストが揃い、制作発表が行われました。5月7日に私、48歳になります。これから演じさせていただきます雪村公は、48歳で大阪城に入城して、そして翌年の、慶長20年の5月7日に、お亡くなりになったそうです。この不思議な、不調というか不合をどこか縁日のようにも感じている次第です。こじつけと言われても一向に構いません。本当に今までにないぐらいの大役ですごく緊張してますし、プレッシャーもあるんですが、今までやってきた経験だったりお芝居っていうものをもう全部をかけてこの舞台に挑んでいきたいなっていうふうに思っています。舞台の上でサスケとして生きて、何が大事なのか、何を持ってこういう行動になったのかとか、すっかり芯を持って、サスケを演じ切りたいと思います。私にとって舞台というのはなぜか特別なものと自分の中で思いつけてしまって、肩に力が入って苦い思いばかりしてきました。今回はできれば舞台上で生きることを心がけて、舞台って楽しいと思えるように頑張りたいと思います。豊臣家に仕え大阪の陣を戦った戦国武将真田幸村と、彼の生き様に惚れて集結した重雄士たちの運命とは。仲間を信じ愛を信じた者たちの魂揺さぶる新たな伝説がここに誕生。舞台真田重雄士。脚本は劇団新幹線の座付き作家中島和樹、演出は宮田恵子、そして主題歌を歌うのは中島みゆき。豪華スタッフとキャストによる舞台真田重雄士は10月上演。